脊柱、胸椎の胸の回線になりますので、このまま背骨回す、背中が回る腹筋です。腹斜筋が結果使います。で、腹斜筋使って肩また上に行く、背筋も使います。そう、まずは自分の体幹部、背骨を中心に体幹部を回っていってください。で、背骨を中心に体幹部を回していく。